次に津村圭介君。津村圭介君。霞が関の働き方改革、質問通告2日前ルール、健康保険法改正、そしてコロナ対策の支援金についてそれぞれ質問をいたします。まず霞が関の働き方改革、質問通告2日前ルールについてでございますが、今国会ではですね、この質問通告の早期化が大変大きなテーマとしてクローズアップされておりまして、今週だけでも全国紙に複数取り上げられているような状況でございます。当委員会でもですね、4月7日の国光綾乃議員の質問を一つの皮切りといたしまして、先週も私質問をさせていただきました。まず前提として共有させていただきたいのは、配布資料の1枚目にございますように、平成11年9月17日に政府委員制度の廃止及び副大臣等の設置に伴う国会審議のあり方に関する申し合わせ事項として与野党が合意したこの予算委員会の7ポツ、質疑者は原則として前々日の正午までに質問の趣旨等について通告するという申し合わせでございます。これについてですね、先週になりますけれども4月16日1枚おめくりいただきました2ページでございますが、私と厚労省山田政府参考人の間でいくつか議論をさせていただきました。この前段としてですね、4月7日に国光綾乃議員に対しまして、山田政府参考人が、国光さんの質問通告2日前ルールは守られていますかという一般的な問いにですね、確定した用紙という定義をされた上で、最初おおむね3割程度前々日までにご連絡をいただいていると発言されましたが、先週それを一部補足をされまして、委員会の開催決定が前日の午後となっていた1回を除くとおおむね4割程度と情報修正をされました。しかしそこにおいてもですね、ここで赤く囲んでおりますけれども、確定した用紙の連絡時間としてそれをいわば補足、注釈されております。私からはですね、この質問通告というのは、これ山田さんも触れていただいてますけれども、早いタイミングで用紙をお渡ししてもですね、事務方とのやり取りの中で丁寧に差し替えるという場面も現にあって、その結果、いわばファーストタッチとしての最初の趣旨等の通告から最後にすべてのすり合わせが終わった、いわばラストタッチとしての確定した用紙というものの間には相当タイムラグがあるので、どちらでこれをカウントするかで全く違う姿になるということを共有させていただいた上でですね、この2ページ下の段にございますように、最初の趣旨などの通告についても、それはきちんと記録をしていただくということをお願いしたいと思いますけれども、大臣よろしいですかとお尋ねしまして、田村大臣から残させていただくようにいたしますというふうに、いわば事務改善のお約束をいただきました。山田政府参考人をお呼びしております。この通りで、厚労省内徹底しておられますでしょうか。記録は残しておられるでしょうか。山田大臣官房総括審議官。いわゆる質問通告については通告の形態等がさまざまであり一概に判断することは困難でありますが、先日の4月16日の委員会において先生からご指摘いただいた、そのご指摘も踏まえ、衆議院の厚生労働委員会について4月21日開催分から最初に用紙の形でご連絡いただいた時間およびこれまでお答えしてきてきました確定した用紙をご連絡していただいた時間をそれぞれ集計するようにしております。津村圭介君。ありがとうございます。私の先週の指摘を受けてですね、ファーストタッチとラストタッチの2つのトラックについて記録を残してくださっているというご答弁です。ありがとうございます。そうした中でですね、これ厚労省さんだけ、厚労省さんはもちろん霞が関の働き方改革のフロントランナーに立たれるお立場だと思いますので、この取り組み大変素晴らしいと思いますが、これは厚労省さんだけで終わる話では本来ないはずで、もともとこれは院の申し合わせでございますので、そうしたことをですね、本来衆議院の事務局が全体を見渡してこれがどう遵守されているかをご覧いただくべきと考えているんですが、そのことをですね、私2月26日おめくりいただきますと3ページでございますけれども、予算委員会の第一分科会におきまして、予算委員会には事務総長を出席いただけるということでしたので、この場でですね、どういうカウントになっているのかきちんとご覧になってますかというお話を問うたところ、まず
この2日前の正午までに委員会の開会日時が確定されているかどうかというそのことについては、全国会については 73.9% 全体がということをこれは集約していただきました。ちなみに厚労委員会は 66.7% でございますし、今国会については1枚おめくりいただきますと、6回 54.5% と、どんどん委員会運営がすいません雑になっておりまして、前々日の正午までに決まらない会ブラック化が進んでいるわけですけれども、後で委員長に問いますが、そのですね全体感を持って質問通告の時間をこの記録していくというのは本来私は事務総長衆議院の事務局がやるべきことだと思って、ここで問わせていただいております。岡田事務総長、今衆議院事務局は全体を把握されておりますか。岡田衆議院事務総長。お答え申し上げます。先生が冒頭ご紹介になりました、平成11年の、与野党からの申し合わせ、それから26年の5月には充実した質疑と国家公務員の過剰な残業是正等を行うため速やかな質問通告に努めると、こういう類似の申し合わせがあることにつきましては私どもも承知をしてございます。で、質問の通告につきましては事務局を通さず、議員事務所から直接政府に対してなされる場合、それからご質問が委員会の開会日時が確定する前からご質問を予定されている先生方は資料をご要求されたり、ご説明を、政府から聞かれる、そういったことも質問通告の広い範囲に、入るということもありましょうから、必ずしもこの事務局においてすべての質問通告を把握する仕組みに現状なってございませんので、全体を把握することがなかなか困難であることが実情であるというふうに申し上げさせていただきたいと思います。津村圭介君。今の総長のご答弁はですね、2月26日のこの今皆さんにお配りしている3ページのご答弁、質問通告が行われた時刻については当該時刻を記録として残しておらず、衆議院事務局として網羅的に把握しておりませんのでお答えすることは困難でございます。これと基本的に同じラインでおっしゃってますが、この後ですね、先ほどご紹介いたしましたように、少なくとも厚労省さんは2つのトラックについて記録をするということを事務改善していただいたわけです。こうしたことをですね、やればできるわけで、当然今おっしゃったように途中電話でやり取りちょっとだけしたとかですね、いろんなことがフェーズがありますけれども、しかし最初のこのファーストタッチと、そして最後の確定このラストタッチと、この2つの時点はこれは厚労省さんがしていただくようにいただいているようにやればできる、記録できるわけですし、これは厚労省の申し合わせじゃありませんから、院の申し合わせですから、それを全体を持ってみるのはこれ事務局の役割だと思うんですけど、いかがですか。岡田衆議院事務総長。お答えいたします。この質問通告につきましてちょっとご説明をさせていただきますと、充実した、質疑応答となりますよう、先生方質疑者と政府答弁者との間に介在する私ども事務方といたしましては、その多くは先生方からご質問の要旨を頂戴する中で、これを迅速的確に関係省庁の窓口に送付するとともに、質疑者と政府側との間で一定のコンタクトが取られていることを双方にご確認申し上げ、最終的にはその結実として政務三役や政府参考人などの答弁者を漏れなくしっかりご登録いただく、このことに傾注して参ってきたということがございます。一方、先生からは国会改革、働き方改革の問題がご提起をされ、私も去る16日の先生のご質疑を拝読いたしました。その中で政府側からは質問通告の記録をしっかり残していくとございました。もとよりこの質問通告につきましては、ご質疑の中で先生ご紹介いただいたファーストタッチ、ラストタッチといったこと、また事務局を通さない直接のやり取りも含めまして、質疑者ごとにさまざまな形態があると認識をしております。いずれにいたしましてこの質問通告にかかる現在のあり方については理事会等でのご協議もいただき、関係者が共通の認識に立つ中で委員会からのご指導のもと、事務局といたしましてもご審議の充実と働き方改革の推進を推し量る、効果的なモニターとなるように必要な記録資料を残すことも含めまして、今後業務にしっかり当たってまいりたいと、このように考える次第でございます。津村圭介君。
今残すことも含めまして業務にしっかりと当たるというふうにおっしゃったと思いますが、そのことを詰めさせていただきます。私、衆議院事務局とはどういう存在なのかということで、法律を当たらせていただきまして、普通各府省は設置法がございますが、衆議院はさらに歴史がありまして、昭和22年の段階で議員事務局法という法律に基づいて、設置をされていると理解しています。ここにはですね、おそらく法律が設置、他の設置法より古いからだと思うんですが、いわゆる目的規定がございません。そうした中でですね、衆議院のホームページには事務局組織について、衆議院事務局は議員の活動を直接に補佐し事務を処理するため設置されていますとあります。また国会法28条には、衆議院事務総長の役割としてですね、議長の監督のもと議員の事務を統理することがお仕事だとなっています。議、これは院の申し合わせであります。先ほども申し上げましたように、私はこれ与党のためでも野党のためでもなく、そして守らなければいけないのは野党の私たちもこれ責めを負うものですから、厳しい話をしているつもりなんですけれども、しかしこれをですね、中立的な立場で、しっかりと時間を残す記録をして、この申し合わせが遵守されているかどうかということを確認するというのは、まさに議長の監督のもと事務を統理する事務総長岡田さんの役割ですよね。ですからそのことをきちっとやってくださいと、この相手方である厚労省さんがやっていることですよ、やれていることですよ。それがなんで事務総長、事務局ができないんですか。岡田衆議院事務総長。今申し上げましたとおり、ご質疑の充実と、から働き方改革の推進、これがしっかり図られるように、今日のご質問の趣旨も対しまして、しっかりと記録を残すことも含めまして、適切にしっかりと対応してまいりたいと存じます。委員長。津村圭介君。私は事務局の仕事を増やしたいんじゃないんです。だけど今厚労省さんは記録を残すとおっしゃったんだから、それは共有していただけませんか。岡田衆議院事務総長。この委員会のご質問は、ご質問者とそれから答弁者、それからまあその間におります私ども事務局も含めまして、3者がしっかりと共通の認識のもとで協力をして、委員会の質疑応答が成り立つというふうに認識をしてございますので、今先生のご指摘はしっかりと受け止めまして、業務に当たらせていただきます。津村圭介君。3者がしっかりと共有するということですから、共有して、その時間2つの数字を共有していただけるんですね。そこははっきりさせてください。これ委員の申し合わせをどういう中身なのか詰めている話ですから、ごまかさないでください。共有していただけるんですね。岡田衆議院事務総長。しっかりと認識は共有をして、対処してまいります。津村圭介。何の認識を共有するんですか。岡田衆議院事務総長。質問通告のありました、時間、等も含めまして、共有をしてまいります。津村圭介君。厚労省と、時間の共有をするということを今明言していただきました。他省庁ともしていただけますか。岡田衆議院事務総長。厚労省だけではなくて他省庁につきましても同様の扱いということで、取り組ませていただきます。津村圭介君。本日の質疑を通して聞いていただいた方、また会議録をお読みいただいた方はご理解いただけたと思いますが、質問通告についてはさまざまなフェーズがございます。しかしいわばファーストタッチとも言うべき最初の、質問の趣旨等の通告、そして最後の確定した用紙の共有、この時間について、厚労省がこれを記録に残すと明言をされ、そのことについて時間を含めて認識を共有すると事務総長が明言をされ、またそれは厚労省だけにとどまらないということも明言していただきました。そういうご理解でよろしいですか。岡田衆議院事務総長。先生おっしゃる通りでございます。津村圭介君。ありがとうございます。大きな進歩だと思っております。ここでですね、渡嘉敷委員長に質問をさせていただきます。あまり多くの例はないことでございますが、質問確定した用紙にも明記をさせていただきましたように、委員会運営に関連して委員長に認識を確認することにつきましては、
衆議院規則および先例による制約はなく、当委員会におきましても令和2年11月27日の安倍先生に対する委員長答弁の前例があることを昨日委員部に確認済みであることをまず申し上げておきます。昨日の理事懇談会でですね、本日の委員会がセットされたわけですけれども、15時を過ぎていたと思います。渡嘉敷委員長はこれが質問通告2日前ルールに反する決定であることはご認識であったでしょうか。当然のことながら、昨日の理事懇談会が委員会開会の1日前であったことは認識しておりました。他方で中立構成を旨とする委員長といたしましては、まず与野党間の協議を見守り、理事会において丁寧な議論が行われ、与野党が一致できる関係をですね、一致できるようにしていくことが重要であると考えております。まあ、立場の違いはあるかと思いますけれども、現時点でも与野党が少しでも早くという気持ちを共有して協議いただいたというふうに理解しております。津村圭介君。委員長は時としてですね、職権で委員会を開催することもできます。ということは職権で委員会を開催しないこともできると思うんです。委員の申し合わせであります。委員の申し合わせに反することを委員長の最終責任において開催したという理解でよろしいですか。これは与野党間の合意事項を優先させていただきましたので、先ほどお答えしましたように丁寧な議論が行われ、与野党間が一致を見出せるように見出せるように環境を整えていくのが委員長の仕事というふうに考えております。ではこれは誰が要請したんでしょうか。この委員会のルールに反することをどなたかが要請されたからこういう運営になったということだと思うんですが、委員長の発案でないとすれば、どなたがこれを提案されたんですか。質疑のあり方につきましては、これは政党間の申し合わせでありまして、現時点では国会や衆議院としてルールが定められているわけではありません。ただし2日前とは言わず、少しでも早く委員会をお決めいただくことは、まあ、質疑を行う委員にとっても答弁をする政府側にとっても望ましいことでありますので、これ与野党共通の認識だと思います。ということで委員長といたしましては、与野党がですね、しっかりと合意をして委員会運営ができるように心がけていくということで進めさせていただいております。津村圭介君。この質問通告2日前ルールはですね、今国会で大きな焦点になっていまして、4月7日には与党の国光先生からもこの遵守について注意喚起があったと理解しております。与野党共通の大テーマでありますけれども、昨日の理事懇におきまして委員長はその注意喚起はなさいましたか。なるべく早く合意点を生み出せるようにということはお願いしておりましたけれども、特に早く1日前であったということは、まあ誰が見ても分かることでありましたので、あえて理事会の中では申し上げませんでした。委員長、津村圭介君。なぜ注意喚起されなかったんですか。だってこれ霞が関の皆さんの残業を事実上確定させる決定ですよ。そして今日はですね、残念なことに与党の筆頭が突然辞任されてですね、実際審議が遅れるというようなことは国会では起きるんです。そういう状況の中で委員長は差配できるお立場にあるのに、霞が関のこのブラック化がこれほど言われて、霞が関のですね、国家公務員志望者がこれだけ減って本当に大変なことになっているんだから、委員長のお立場でもう一日早く、あるいはもう一日遅く委員会を開催するということができるわけですから、それ委員長のお仕事ですよね。なぜその注意喚起さえされなかったんですか。これはですね、両筆頭とも、なるべく早くですね、これ合意を見出そうということで随分努力をなさっているのは見えておりましたので、今回はあえてですね、そこを言わなくて、気持ちを共有しているということで、協議の方を先行させていただきました。津村圭介。なるべく早くというのは何について、なるべく早く両筆頭が合意してたんですか。そのさ、私は両筆頭の間でお立場違うと思いますよ。この両筆頭はじゃあこの1日前にこの2日前ルールを反することを両筆頭が合意してたということを委員長おっしゃってるんですか。いや、そんなことを申し上げてるわけではなくてですね。ちゃんと答えてくださいよ。大事なことだよ。委員長の仕事でしょ。理事懇談会におきまして、なるべく委員会の開会の内容について、質疑の時間と内容について、筆頭間でご同意をいただけるように、一生懸命協議をしていただいている状況を理解しておりましたので、それで進めさせていただきました。何言ってるか分からない。僕、時間の話してるんです。時間を聞いてるんです。今、何も早くという、私は何が早いんですか、何の時間を早めたいんですかと聞いてるんです。ちゃんと答えてください。指名が抜けてました。津村圭介君ですね。もう一回言いますが、はい、何の時間をなるべく早くしたいと委員長は今おっしゃったんですか。
何の時間ですか。与野党間が合意できる時間を、筆頭間で合意できる時間を早くしていただきたいということです。津村圭介君。そのことと質問の通告2日前ルールとどういう関係がありますか。質問通告は、委員会の開催時間を決めていただかないとできないわけでありますから、ですから早く合意ができるように委員会の時間が決定できるようにお願いしていたということであります。示してください。津村圭介君。質問通告を2日前に徹底するということと、両筆頭が、何らかの合意をすることとどういう関係がありますか。直接関係ないじゃないですか。両筆頭が合意しないと委員会のですね、スケジュールが立ちませんので、正式には、通告を両理事間で、合意いただかないとですね、次のステップに進めないということであります。津村圭介君。そんなことは分かっています。それは質問通告2日前ルールをに違反することを委員長が是認する理由にはならないと思いますが、いかがですか。違反しているわけではなくてですね、違反してるじゃないか。質問通告のあり方について政党間の申し合わせで、それはなるべく守っていくように努力はいたします。ただ状況によってですね、なかなかそれが守れないという場合もあるということで、まあ、4ページの資料でもありますけれども、すべて守れているわけではないのでということと、あと筆頭間でだいぶご努力いただいているというのを私も感じておりましたので、あえてそこは強く今回は申し上げませんでした。委員長。津村圭介君。今委員長ご自身がですね、くしくも言及されましたが、厚労委員会これひどいんですよ。さっきも申し上げました通り、 54.5% しかそもそも前々日までに合意してないんです。委員全体では先ほど岡田総長が前回ご答弁いただいたように 73.9% 全国会で守られているし、今回だってそういう水準なわけですね。そして厚労委員会は前回 66.7% だったのが、今国会は 54.5% と、どんどん違反が進んでるんですよ。この質問通告2日前ルールを守ろうと言っているご時世にですよ。それを両筆頭のせいにしちゃいけませんよ。委員長には職権があるんですよ。そのご自覚ありますか。止めてください。答えられないなら政党間の申し合わせで決められたルールでありますので、なるべく守っていきたいというふうに委員長としては考えております。ただ国会や衆議院としてルールが定められているわけではありませんので、ここは両政党間の皆さんの申し合わせを重視して進めていきたいというふうに考えております。津村圭介君。私も今お声が飛びましたけども、両筆頭のせいにされてるじゃないですか。これ委員長には、委員長はね、委員長の責任ですよ。なんで委員長これなるべくっておっしゃった。じゃあ委員長これ今後はご注意いただけますね。なるべく2日前のルールが守れるように努力はしていきたいと思います。津村圭介君。私これからも伺っていきますからね。これ与党の人の先生方もお願いしますよ。これ先生方のご努力一つで、与野党の合意が大事だと思っていると今橋本先生のご発言ありましたけれども、それは合意は大事ですよ。そのことも全く否定するものではありませんが、その合意の中にですね、これは野党の先生にもお願いすることだと思いますけれども、2日前ルールの徹底ということは与野党の筆頭とそして委員長の権限でできることで、何か例えばですね、役所の方から言われて委員長や両理事がそれに押されることはないわけですから、これ今日やってくれっていうのは厚労省さんからのご依頼なんですか、委員長。そのような依頼は受けておりません。津村圭介君。厚労省さんが望んでないのに、なんでじゃあ与野党の筆頭はこれ合意したと委員長は理解されてるんですか。理事会の中で合意形成を進めていくということで、役所とは関係ありません。津村圭介君。これ役所と関係ないんですか。この議事の日程、役所と関係ないんですか。おかしいですよ今のこと。与野党間の協議を行うのは理事会でありますので、ここは理事会の中で委員会の運営を決めていくということになります。委員長。津村圭介君。
おそらく私が健康保険法の質問を立たせていただくのはこれが最後になると思いますので、健康保険法の話もどうしてもしたいことが2つ3つありますのでさせていただきます。ただこの話はですね、終わりませんよ。質問通告2日前ルールっていうのをちゃんと守っていこう、しかもそれ霞が関の働き方改革の先頭に立つべき厚労省、厚労委員会の話ですからね。そのことは委員長、ご確認いただけますか。はい、なるべく2日前ルールが守れるように努力をしていきたいと思います。委員長、津村圭介君。ありがとうございます。それではですね、いきなり実務の話になりますけれども、遺族年金の話を聞かせていただきます。5ページをご覧いただければと思うんですが、大臣、最初にちょっと大きな質問を一つさせていただきますが、大臣は遺族年金においてですね、ごめんなさい、岡田事務総長とご退席ください。貴重なお時間ありがとうございました。ありがとうございました。男性の専業主婦と女性の専業主婦の扱いが大きく異なっているわけですけれども、この5ページにあるように、そのことは大臣ご認識ございますか。田村厚生労働大臣。これはいろんなところでいろんなご要望がある中で私も認識いたしております。津村圭介君。ですね、これ皆さんぜひ知っていただきたいんですけども、男性の専業主婦というのも今増えています。7ページご覧いただきますと、これは総務省さんの労働力調査、毎年されているんですが、女性の専業主婦の世帯数は580万世帯、男性の専業主婦の世帯数は92万世帯、だいぶこの、6分の1なんですかね、男性の専業主婦増えているんですが、1枚戻っていただきまして、6ページ、遺族年金のですね、受給者ベースで見ると、この女性の遺族年金受給者は493万人、男性は7万人でございます。なぜそういうことになっているかといいますと、さらに1枚戻っていただきまして、パートナーが働いていて自分が働いていないという、まさに専業主婦、男性女性合わせてですね、の状態で、パートナーが働いているパートナーが亡くなった場合、女性は年齢に関係なくこれ受け取ることができるんですが、夫の場合は55歳以上ということになっています。これは歴史的な社会的な実態に合わせた歴史的な経緯があると思うんですが、そのことにつきまして8ページ、これは直近のこの改正の法改正の議論の時のですね、年金部会における議論の整理という公表されている文書ですが、現行制度は、制度の成り立ちからして依然として男性が主たる家計の担い手であるという考え方を内包した給付設計だというふうに、明言しておりますけれども、諸外国を見るとですね、そういう男女別にはなってないという中で、2つ考え方がありまして、この男女を合わせていくときに、この女性にももう給付しなくていいんじゃないか、働けばいいんじゃないかというのが、この海外の事例でして、養育する子がいない場合には、男性も女性も就労するという考え方に立てば、保障の必要性は必ずしも高くない。子どもがいない場合は専業主婦、夫だけでなく専業主婦、女性の場合も保障不要という議論ですね。これに対して、そうは言っても専業主婦の保障はなお必要だというのがこのその下の丸で、配偶者の年金から発生する受給権が仮になくなるとなると、現実に今配偶者が亡くなってそれによって生計を立てている方がたちまち困窮に陥ると、そういうのはまずいということがこの段階での結論となって、時間をかけて基本的な考え方の整理から行っていくのが良いということになっています。しかしですね、これ女性に対して遺族年金を給付しているものをなくすということは私言ってませんで、男性がもらえないのはこれ、いわば逆差別でもありますし、もっと言うとこの男性を安心して専業主婦できないとなれば、女性の働くことでもマイナスになるので、これは男女どっちのためということではなくて、こういうライフスタイルをなんていうか損させてしまっている、サポートできていないということだと思うので、私はこれは早急にですね、財務省さんがおそらく給付増についていろいろおっしゃるのかもしれませんが、これ今この時代に、ジェンダー平等の時代にあってはならない法律の構成だと思います。早急に見直すべきだと思いますが、いかがですか。田村厚生労働大臣。
まあ、養育するお子さんがいる場合にはですね、遺族年金は男女関係なくお支払い、まあ、子供に出るというような考え方でありますから、あの遺族年金支給されるわけでありますが、まあ、女性の場合はですね、まあ、関係なくそれは出るわけであります。ところが男性に関しては、これ60歳以上というのを60年年金改正で55歳、これは議員修正、国会修正で55歳、要件であります。もらえるのは60以降でありますが、55歳の時にですね、以降にですね、まあ亡くなられたということになれば要件がついて60歳以上支給という話になるわけであります。でこれに関してはですね、言われます通り、まあ、男性が主たる生計者であるという今までというか昔の考え方というのが前提で、男性ならば、まあ基本的に60歳、まあ、当時は初めは60歳だったわけでありますが、60歳までは働いているだろうということで、まあ、遺族年金必要ないという話であったわけでありますが、言われる通りですね、ちょっともう時代の背景が変わってきているなと私も認識しておりますし、社会保障審議会の年金部会も今お話がありました、そういうご議論もございます。まあ、言われる通り、これに関してはしっかりと検討してまいりたいというふうに思います。津村圭介君。大変前向きなご答弁、大臣に感謝したいと思います。もう一つですね、私社会保険と労働保険のこの制度のですね、ちょっと不具合といいますか、改善余地があると思うことがございますので、もう一問質問します。9ページご覧ください。ですね、これ民法における法定相続人のこの関係性になってまして、本日議論されております健康保険にのですね、保険給付が未支給の状態で被保険者が亡くなられた場合の相続関係は、この民法における法定相続人の通りになっています。しかしですね、健康保険よりも後から作られた労働労災保険や、また年金、厚生の年金、国民年金もですけれども、この相続の原則に従わずにですね、生計同一関係という要件が入ります。その結果、一緒に住んでいる兄弟、冒険二親等の兄弟は対象になるけれども、たとえ子供であっても一緒に住んでいなければ相続の対象にならないという形になっていまして、まあ、それは一つの考え方としてあると思うんですね、生計同一関係を守るという。だとすれば健康保険も同じようにあるべきではないか。これは多分ですね、法律のできた順序で、健康保険法ができたときにはまだ民法でいいだろうという判断だったのが、その後の労働保険、社会保険が、の新しい法律がどんどん整備していく中で、より実態に即したものに、まあ、制度が進化している。ただ、この制度だけが恐竜のように残ってしまっていると、シーラカンスみたいに生き残ってしまっているということだと思うんですが、これは随時見直していくべきポイントだと思うんですが、大臣、いかがですか。田村厚生労働大臣。これは委員お詳しいのでもうご存知だと思いますけど、健康保険現物給付が原則でありまして、現金給付が時と場合でいろんな形であります。でありますが、現物給付ということを考えるとですね、これまあ、この金銭債権というものはやはり民法というものに合わせてですね、これは支給されるべきであろうということで、民法のですね、相続という形の中において対応が決まっておると。で一方で年金でありますとか、それから労災保険、これ一親専属性が非常に高いものであります。で本来は本人にしか支給されないというような話のもとで、まあ、労災保険の場合は年金をそのまま真似ているという意味からすると、年金を順用しているわけでありますが、年金の場合は一親専属性が高くて本来は本人がもらえると。でそれ本人以外はもらえないんですけれども、本人と生計を同一にしているものに関してはやはり本人がおられなくなった後の生活を守るためということでありまして、あえてですね、誰がそれを受けるかということをこの中で決めていると、法律の中で決めているということによって生まれてきておることでございますので、やはり現物給付が原則である健康保険とそうでないものとの差というものがここにあるわけでございまして、順番というよりか考え方の違いという中でですね、こういう決め方をさせていただいております。津村圭介君。これそれこそ2日以上前に通告しておりますので、もう少し確認をしてきてほしかったんですけれども、大臣の今のご答弁はこの労災保険と健康保険の違いを説明できていないと思います。業務上のこの疾病傷病とこの業務外のものが扱いが違う理由としてはちょっとご説明になってないと思うんですが。ちょっと
受け止めてください。田村厚生労働大臣、申し合わせの時間が来ておりますので、答弁を簡潔にお願いいたします。まあ、労災の場合はですね、現金給付も非常に多いわけですよね。それとあと年金、要するにまあ労災の中で年金、まあ、まさにそういうものがあるわけで、そういう意味でやはり年金に非常に近いものであろうということで、健康保険の場合も基本的に現物給付とか圧倒的に多いわけでありますから、そこの考え方が基本的に違うということであります。津村圭介君、時間が来ておりますのでこれで終わりますけれども、ここは私はやはり旧厚生省、旧労働省、大きく体系が違うものをこれ時間をかけて今いろんな形で一元化していく、あるいは給付の通則、保険給付の通則というものを整えている、まだ道半ばなんだと理解しておりまして、私の理解が正しければ今後見直していただきたいと思います。ありがとうございました。次に大島